はい、こんにちは。自営業専門税理士、神奈美です。本日の動画は、節税の知識として知っておいて損はない、専従者給与について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、またビジネス本を2冊出版しております。その他 SNS もやっております。本日の動画の内容や紹介した URL 含めて全て概要欄に記載ありますので、ぜひ概要欄の方一度チェックしてください。また新しいスタートとして YouTube のメンバーシップ始めましたので、詳細の方も概要欄貼っておきますので、ぜひご検討ください。それでは本日は専従者給与、知らなかったり設定を間違えると損する可能性がありますので、みんなしっかり勉強していきましょう。また青色と白色実は違いますので、そのあたりも解説していきます。本日の内容です。専従者給与というのはルールがありますので、しっかりとルールを確認して正しく使って節税するようにしましょう。知らないとですね、ミスって損をすること多々ありますので、しっかりとルール、要件について押さえましょう。まず、専従者給与について基本について紹介します。そして、専従者給与、実は青と白で違うんですね。そのあたり知らなかったっていう方も多いと思いますので、しっかりと一緒に押さえていきましょう。そして、この専従者を使うとどういったメリット、いいことがあるのか解説します。そして最後に、この専従者給与、じゃあ一体いくらにすればいいのか、その設定金額のコツについても解説しますので、動画ぜひ最後までご覧になってください。では、早速、専従者給与とはどういったものなのか。まず原則、基本のルールを解説します。基本的にですね、家族の給与というのは経費にすることができない、これが基本ルールになるんです。この基本ルールはあるんだけども、家族に対して支払う給与を経費にできる方法があるよ、この制度を専従者給与という専門用語で呼んでいるわけです。この専従者給与というのが専門用語なんですけど、皆さん馴染みない方多いかと思いますけど、節税できる方法になりますので、しっかり押さえましょう。この専従者給与を使って節税するというイメージで、この後の動画進んでいって大丈夫かと思います。本来だったら経費にできないものを特別に経費にしてあげますよという方法ですので、やはり条件、要件があります。その要件を簡単に解説します。こちらが要件になります。まず1つ目、生計を一にしている配偶者、その他親族であること。この生計を一にしているっていうのが、皆さんイメージつかない方多いと思いますが、これはですね、同じお財布で生活をしているというイメージに変えてください。生計を一にしているというのは、一つの財布からいろいろなものを、生活費などなど支払いをしているというイメージになります。2つ目の要件、年齢が15歳以上であること。3つ目、ここ重要です。その年を通じて6ヶ月を超える期間専従していることというふうになっております。この要件非常に大事ですので、しっかり押さえましょう。専従者給与という名前があるように、そのお仕事、ビジネスに専従している必要があるということですね。なので、例えばですね、年齢が15歳以上、18歳のお子さんがいる方で、その方を自分のね、お仕事を手伝ってもらってるとします。そうすると、その大学生18歳、2つ目の要件はクリアしてるんですけど、3つ目の要件をクリアできないということになります。これどういったことかと言いますと、大学生というのは学生が本分、本業です。なので、専従している専用にこのお仕事として働いているということに見なすことができないということです。ですので、これと同じく、外で配偶者の方が正社員として働いている、でも手伝っているって場合には、専従者給与は使えないということになります。この3つ目の要件、重要ですので押さえましょう。そして4つ目、青色申告の場合になるんですけど、事前に税務署に届出を出す必要があります。ここもしっかり大事な要件となりますので、押さえましょう。以上が家族に対して支払う給与を経費と挙げる要件は以上になります。こちらのポイント、要件4つしっかりと押さえておきましょう。では次に、青色申告と白色申告で、この専従者給与というシステムがどのように違うのか、次のスライドで解説します。はい、青色と白色の専従者給与の違いです。まず白色申告で確定申告しているって方、自営業フリーランスの方いるかと思います。白色の場合はですね、厳密に言うと事業専従者控除という専門用語で、青色と少し分けた専門用語を使っております。この専門用語、別に覚えなくて大丈夫ですので、ご安心ください。専従者給与というもので、まあほとんどイコール一緒だなというイメージで間違いないです。ただし白色の場合は青色と違ってですね、
上限があります。この上限、後でいくらなのか解説しますが、白色には上限があるということを覚えておいてください。その代わり事前に税務署の届け出は不要になります。その点はハードルが少し低くなるのではないかと思います。さて次に、青色申告で確定申告をしている自営業フリーランスの皆様、こちら先住者給与を使うためには事前に税務署に届け出が必要となってきます。これ忘れているとですね、先住者給与使えませんのでお気をつけください。ではどういった書類を税務署に出せばいいんですか。こちらになります。青色事業先住者給与に関する届け出書、こちらの用紙 A4 の用紙を税務署に事前に提出する必要が、青色申告の方は重要なポイントとなってきます。これ提出期限が実はありまして、提出期限は原則経費に参入する年の3月15日までに事前に提出する必要があるというわけです。なので今令和6年なんですけど、令和6年いきなりですね、先住者給与といいルールを知った、ぜひやろうということでやろうと思って、でも青色申告の方は届け出を事前に出す必要があるので、要はこの間の確定申告で一緒に提出をすべきだった書類ということですね。なので早くても令和7年の1月から先住者給与というルールを適用することができるというわけです。こちらの書類またね、提出を見逃してしまうと、来年やろうと思っていたのに忘れていたっていう風になりますと、また損をしてしまいますので、忘れのないように届け出の方お願いします。今原則の提出期限をお知らせしたんですけど、実は例外パターンもあるのでお知らせしておきます。こちら1月16日以降に開業届を出して開業した方、こちらの方は先住者給与を使おうという場合には開業から2ヶ月以内というルールに変わりますので、こちらご注意ください。では次に、この先住者給与を使うメリット、いろいろありますので、メリットについて順番に解説します。先住者給与のメリットです。まず一つ目、これがね一番皆さんにとっても大きいんじゃないでしょうか。経費に計上することで節税ができるということですね。本来だったら経費にならない家族への支払いを経費として計上することができる。その分ですね、所得利益を圧縮することができるため、税金も下がるというイメージになります。こちら意外と設定金額においては大きな節税額となってきますので、やろうと思っている方、今この動画見て知ったという方はですね、この後の動画最後まで見ていただければと思います。そして2つ目、金額についてなんですけど、先住者給与をいくらにするか、金額を設定することが可能です。こちら青と白で上限額変わりますのでご注意ください。まず青色申告の場合、この先住者給与に上限はないというルールが決められています。これね、上限がないというので皆さんいくらでも持っていいんじゃないかというふうに考える方も多いんですけど、一応常識の範囲内で設定することをお勧めします。配偶者の方がですね、経理全般また秘書的なポジションでですね、お仕事を手伝ってくれる場合、外でそのようなお仕事、事務仕事をした場合に月いくらぐらい給料としてもらえるか、それが目安となります。ですので例えば月100万円先住者給与を払うと場合にはですね、事務職として外の会社で働いた場合に月100万円も給料がもらえる会社ってあるでしょうか。実際そういうところってかなりない、ほぼないに近いと思います。こういった感じで上限はないとはいえど、常識の範囲内で設定するようにしてください。次に白色の場合解説します。白色の場合は上限があります。この上限がいくらかと言いますと、マックス配偶者の場合は年間86万円まで、配偶者以外の場合には上限マックス50万円までというふうに、白色は上限があるんですね。このため先住者給与を使う場合は白色申告で使うよりも青色申告で使った方がメリットは大きいということになります。この上限金額なんですけど、実は所得によって計算式があります。この計算式、白色の方で興味ある方はですね、調べていただくと計算式出てきますのでご確認お願いします。そして次、3つ目の先住者給与のメリット、雇用の悩みが軽減されるという点です。これどういったことかと言いますと、やはりスタッフを雇う、雇用するとなるとですね、なかなか手間がかかります。雇用の手続き関係の書類が多かったりとかですね、また社会保険に加入してほしいということで、社会保険の金額の負担などなど、そういった負担がですね、先住者給与というのはもともと家族に対して支払うものなので、そのあたりが軽減されます。
また最近多いんですけど、雇用してもですね、すぐに辞めてしまう、もう明日から来ませんみたいなね、話よく聞けますよね。そして最近話題になってる退職代行の会社、これに悩んでるね、経営者の方非常に多いんじゃないでしょうか。またね、あのネーミングが心をやられるみたいです。面白いネーミング会社あるので、興味ある方調べてみてください。そういったことを考えるとですね、雇用をするというのはなかなかリスクが大きいことになってきます。ですが皆さん、先住者給与誰に対して払うんでしたっけ？そうです、家族に対してです。特に配偶者に対して使う個人事業主、自営業の方が多いですよね。そうするといきなり辞めるリスクが低くなります。家族なのでですね、明日から辞めますというふうにね、なかなかならないということで、この雇用の悩み、またいきなり辞めるというリスクが低いということになります。とはいえ 100% ではありません。まあ離婚されるという場合もありますので、 100% 安全とは言えませんが、かなり低いというふうに考えてください。そして4つ目、こちらは配偶者側のモチベーションがアップするということです。いくら家族といえどですね、配偶者のお仕事を手伝う、無料で手伝うことになかなか抵抗があったりとか、いい加減にね、辞めさせてほしいみたいな不満がたまることが非常に多いんですけど、この先住者給与を設定することで、配偶者の方に対して形としてお金を渡すことができますので、配偶者のモチベーションがアップすることが多いんですね。そしてどちらにしてもですね、生活費としてビジネスで稼いだお金から家の方へ、家計へ入金することってあると思うんですよ。その生活費として渡す一部を先住者給与として設定することができますので、そしてさらにこちらは経費として計上して節税が可能というふうに説明してきました。そういった意味を含めて経営者側としてもですね、負担が軽減するんではないでしょうか。そして配偶者側はモチベがアップするということで、お互いにとってウィンウィンな制度だと私は個人的に思っております。では次に、この先住者給与いくらで設定すればいいの、いくらで設定している人が多いのか、実情について次のスライドから解説します。はい、金額設定のコツなんですけど、コツ、視点というのが3つあるというふうに思っていますので、順番に解説していきます。まず1つ目、源泉所得税の視点から決める方が多いという点紹介していきます。これどういうことかと言いますと、先住者給与が月8万8000を超えると、源泉所得税、事前に税金を差し引いて払わなければいけなくなるんですね。そうするとですね、経理の手間がかかると、そのあたりを考慮して8万8000円以内にする先住者給与の方が実務的に多いというふうに私も感じています。次に2つ目の視点で金額設定をする方がいます。これは所得税や住民税の視点から見る場合です。これどういったことかと言いますと、年間93万円から100万円を超えてくるとですね、住民税がかかる地域が多いんですよ。こちら住民税は各都道府県、地域差ありますので、ご自分の自治体がいくらから住民税がかかるか調べてみてください。またですね、年間103万円を超えてくると所得税がかかってきます。要は先住者給与をもらったその年間の金額に対して住民税や所得税がかかってくるということになります。その金額が今紹介した金額になっています。ですので中にはですね、この所得税や住民税、少額といえども絶対に負担したくないという考え、価値観の方もいらっしゃいます。そういったことを考えて、所得税や住民税がかからない範囲内で先住者給与の金額を設定する方も多いです。まあ月8万円以内であれば、住民税も所得税もギリギリかかってくるかかかってこないなので、そのあたりで設定するのもありかもしれません。ただ5万円とか3万円のようにもっと低い金額で設定する方ももちろんいらっしゃいます。次3つ目、こちらはですね、経費計上のメリットを優先順位にして金額設定をするというパターンになります。これどういったことかと言いますと、こういった源泉所得税の手間とか住民税、所得税がかかるというよりもですね、自分がしてらっしゃるビジネスが儲かってきて税金が高くなってきた、それよりも先住者給与を増やして節税したいという優先順位が高い方です。要は節税を第一目的としているので、8万円とは言わずに先住者給与の金額をもっと高い金額で設定するという視点になります。例えばですけど、月10万以上に設定する、また15万円、月20万円にするというような方も実際いらっしゃいます。例えば月20万円に先住者給与を設定すると、240万円の経費が発生しますので、節税効果としてはなかなか大きいものになってきます。次に表で、この源泉所得税というのがどういった仕組みになっているのか、実際の国税庁の源泉徴収票を見て一緒に簡単に見ていきましょう。
こちらが源泉徴収税額表というものになります。こちらですね、国税庁で配布もしてますし、ダウンロードすることも可能です。こちらの表を見てみますと、この赤枠で囲ってあるところあると思うんですけど、8万8000円未満だと000で並んでますよね。8万8000円未満だとこの源泉所得をしなくていいというルールなんですね。こちらを超えてくるとですね、このように源泉所得が130円、180円、230円というように細かい金額設定されていると思います。そうすると支払う先住者給与からこちらの金額を引いて振り込んだりしないといけなくなるため、端数が出てきてしまうんですよね。またこの差し引いた源泉所得税というのは差し引くだけではなくてですね、払わなければいけないんですね。こちら左側にあるのが払うルールになっております。基本的に翌月10日に払うというのが基本ルールになっております。納期の特例を申請して、納期の特例を使いますと年2回で済むんですけど、これなかなかですね、この預かった、要は差し引いた源泉所得税を合計してですね、年2回とはいえ納付書を書いて銀行の窓口や税務署に支払いに行くというのは結構地味に手間がかかります。そういったことを考えて、先ほど言ったように源泉所得税を8万8000円未満にして、源泉所得税が必要ないというところに設定する人が多い理由でもあります。では最後にですね、先住者給与について間違いやすい落とし穴と、また皆さんから質問が多い項目について注意事項として解説します。はい、では間違いやすいルールです。この一つ目、再確認になるんですけど、青色の場合、事前に税務署に届出が必要でしたよね。提出漏れがないようにしましょう。次、2つ目になります。届出で申請した金額を超えないようにするというルールがありますので、ここもしっかり押さえてください。この届出ですね、月いくらにしますかという月額を記入する箇所があるんですね。この届出で申請した金額を超えないようにするというルールがあります。もし例えば月10万円で届出をしていて、月15万円に変えたい場合にはですね、金額を変更することになりますので、変更の申請を再度提出する必要があります。こちら勝手に先住者給与をですね、10万円で届出したのに20万円にしたいようなことはできませんので、お間違いのないようにしてください。こういった話をすると必ず質問が出るんですけど、こちらになります。申請した金額内に払うのは OK です。これどういったことかと言いますと、例えば10万円で申請をしていたと、ただしちょっときつくなってきて先住者給与5万円にしたい、この届出をしていた金額より少ない金額で払うのは変更届の必要はないということです。申請した金額内で払うのは変更届など出さなくて、そのまま自由に変えて OK ということになります。こちら非常に質問が多いので動画で紹介させていただきました。はい、そしてもう一つ間違いやすい注意点、こちらになります。配偶者控除や扶助控除は受けれなくなりますのでお気をつけください。ご自分の配偶者を先住者給与として要件をクリアして届出を出して設定した場合ですね、配偶者控除は使えません。これどういったことかと言いますと、二重に控除することはできない、この特別ルールを2つ使うことはできないよということになります。ですので先住者給与と配偶者控除は両方の控除を使うということはできないルールとなっておりますので、こちらお間違いのないようにお気をつけください。確定申告を提出する際にですね、ダブルで控除してしまうと税務署の方から電話が入ります。間違っておりますよということで、修正申告またはね、修正して再提出しなければいけなくなりますので、この点しっかりと押さえておきましょう。結構皆さんダブルで使えるというふうに思いがちです。次に、この実際の金額内で払うのは OK と言ったんですけど、どこにこの月額の金額を記載するところがあるのですかという質問来るかと思いますので、実際の用紙次のスライドで紹介します。こちらが先住者給与に関する届出書、また変更届出書になっております。この赤枠のところを見てください。給料賞与とあるかと思います。この給料のところにですね、金額、月額いくらですかって記載して届出を税務署に提出するんです。この金額、月額を設定した金額より大きく払いたい場合には再度変更届が必要ということになります。この月額をいくらするかは、先ほどのスライドでどういった観点でこの先住者給与にするのか、月額いくらにするのか考えて提出届出をするようにしましょう。最後にちょっと重要なポイントをお知らせしたいんですけども、皆さんこの先住者給与というこの節税につながるいい情報を得たっていう時にですね、いやうちの配偶者は使えないわ、働いてるんだよねとか、もう正社員として言ってるからこんなお得な先住者給与使えないんだよね、ダメだわみたいなことを言う方がいらっしゃるんですけど、逆にそれは考え方、価値観の違いで、外からお金を持ってきてくれるというメリットがあるわけです。ですのでどちらの働き方もメリットがありますので、
ダメだというふうに決めつけるのはやめておくようにしましょう。私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。オンライン上に税理士を味方につけるということで Facebook の非公開グループで運営してます。メリットが4つあります。おすすめは質問と相談が24時間税理士という専門家にできること。文章をね質問していただいてそれに対して私が直接文章で答えるというスタイルをとっております。チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいんではないでしょうか。2つ目、メンバー全員起業家のため起業家コミュニティとして活用ができます。情報共有ができるということで非常に好評です。3つ目、記事の購読権利がついてきます。私が平日毎日記入している税金や経理、またSNS の裏話などなどオンラインサロンのみだけに投稿している内容、この購読権利がついてきます。4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。 Zoom 上で直接私に質問相談することも可能ですし、またどんなメンバーがいるのかという顔合わせ、またですねここでもリアルに情報交換ができるということで非常に好評です。オンラインサロンの詳細は概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、詳しい内容はそちらの方を参考にしてください。ぜひ入会お待ちしております。まだ YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひ登録の方お願いします。また、いいねや高評価ボタンを押してもらえますと励みになります。感想、コメントもお待ちしております。最近実は私、YouTube のメンバーシップをスタートさせました。興味ある方はですね、私のチャンネルの一番トップのページにメンバーになるというボタンがありますので、そちらの方をクリックしてご確認ください。その他 SNS もやっておりますので、ぜひフォローの方お待ちしております。動画最後まで見てくださった方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。